八千台町停留場は、長崎県長崎市八代町にある、長崎電気軌道本線の路面電車停留場である。駅番号は26。1号系統、2号系統、3号系統が停車する。八千台町停留場は1915年に開業した。当時の軌道は、長崎本線と並走する位置に敷かれていて、停留場からは、長崎機関区に通じる。 職員用の通路が伸びていた。太平洋戦争下の1944年には、急行運転の開始に合わせて一度廃止されるも、1947年に復活した。1957年には、戦後の都市計画の中で新設された、国道206号へ軌道外設、それまでの停留場は廃止され、新線場へと移って、三船町停留場に改称した。 停留場名は、その後1969年に八千台町へと戻っている。八千台町停留場は、平洋軌道区間にあり、道路上にホームが設けられる。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで向かい合う。線路の東側にあるのが、長崎駅前方面行き、西側にあるのが赤挟ま方面行きのホーム。かつては、 横断歩道橋が接続していたが、1995年に撤去された。合わせて停留場は、長崎駅前よりに130メートルほど移設され、変わって横断歩道が接続するようになった。1999年には、その横断歩道と停留場脇に新築された、マンション駐車場に通じる細街路の位置が重なった、ことから横断歩道を移動、それに伴い停留場も、 宝町寄りに45メートルほど移設された。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。長崎電機の中でも利用者数が少ない、停留場である。ABCDEFGHI 電ングリ、アンド宮川2000、ピアニッシモ5556、ABCDEFGHIJIMAO2009、P P57、七百年死。P128、八百年死。P129、卓理2000号。P157、a b 百年死。P127、a b c 百年死。P197、卓理2000号。P156、a b 百年死。P130、ABC 川島2013。P46、六百年死。P117、百年死。P124、 ありがとうございます。